組み立てグミキット妖怪ウォッチグミ、こちらを組み立てていきたいと思います。グミでプラモデルのような感じで、はい、組み立てできるみたいです。面白い発想ですよね。では開けていきたいと思います。じゃん、ジバニャン、いろいろ種類があるのかな。うん、ミーのグミもあるよってね、ウサピョンが言ってるので、はい、ミー、ウサピョンのグミもあるみたいです。オブラートでは組み立てていきたいと思います。まず全体的に外さないとですね、この枠というか型から、型から外すのが難しいですね。よいしょ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 。これが体、体で顔、よいしょ、顔、よいしょ、これが顔で、もう一つこれが後頭部、後ろ頭ですね。はい、体の後ろ側からですね。はい、オブラートがあるとくっつかないんじゃないかな。よいしょ、このオブラートを剥がさないとくっつかなそうな気がするんですけど、うん、もぎって組み立て、はい、オブラート食べます。で、顔と顔をくっつけます。ピタ、ほら、くっつかない。オブラートがくっついてるからくっつかないですね。うん、ちょっとピタ、にゃー、くっつかない。うん、まあいいでしょう。この頭と体だけくっつけます。ギピタで、後ろ姿もくっつけます。ピタ、はい、こんな感じですね。うん、はい、ちょっと分かりづらい。ジバニャンです。これ食べよう。よいしょ、うん、うん、美味しいぶどうグミです。ジバニャン2種とウサピョン2種、全4種です。ウサピョン0、おー、ウサピョンだ。はい、ウサピョン出ました。これはもうオブラートを全部外しちゃえばと思ったら外れないですね。うん、ウサピョン、よいしょ、耳が取れそうよ。はい、これは後ろ姿のウサピョン、耳ペトペト、おい、よいしょ、耳が取れそう、よいしょ。あ、はい、こっちは表面のウサピョン。ね、グレープ味だと色が濃いので、あまりね、この柄というか
あんまり見えない。うん。もうちょっと薄い色の味の方が透き通って見えるかもしれないですね。うん。ウサピョンの体。反対だ。手が背中かな。うん。どっちが前だ。これが前だ。はい。ペトペトペト。はい。よいしょ。ほっ。はい。オブラート。出来上がり、ウサピョン前と後ろ、ジバニャン前と後ろです。はい。オブラートがあることによってこのね前後がくっつかないっていうのがちょっと残念なところなんですけど、後ろ姿も前の姿もそれぞれ可愛いですね。うん。では食べます。後ろ姿から食べよう。いただきます。ウサピョンです。うん、おいしい。ジバニャンの後ろ姿、あぶここにチョコレートを流し入れて、チョコ型としても使えそうですね。ではウサピョンの前です。いただきます。口の中に入れた瞬間にお花みたいな香りがします。香料というか、花の味がする。ちょっと芳香剤っぽい感じ。美味しかった。組み立て組キット妖怪ウォッチ組を組み立てて食べてみました。裏表でくっつけばねもっと楽しかったかなって思います。はい、おしまい。